こんばんは。ラーメン大好きガーソーさん、ガーソーです。今回は福岡の麺好きなら知らない方はいないであろう名店、薬院の麺堂花もこし、こちらをご紹介させていただきます。まずは写真と動画でいただいたラーメンをご紹介させていただいた後に、後半で麺堂花もこしさんについてより詳しく解説させていただきますので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。ではどうぞ。麺堂花もこしは福岡市中央区薬院2丁目 4-35 にあります。営業時間は11時45分から13時30分、定休日は水曜日曜です。薬院大通駅そばのロイヤルホスト薬院駅北側にあるマンションの1階にあります。短い営業時間の上、人気のお店なので常に行列ができています。なのでルールもしっかり決まっていて、3杯までの提供ゆえに3名様以上は別提供、代表待ち禁止などと決まっています。お店の前にはコインパーキングが並んでいて、60分200円ですが、精算機はお釣りが出ないので要注意です。やがて営業時間となり、店内へ提灯がついたら、営業開始の目安ですね。店内はカウンター7席と2人用のテーブル席が2つあり、撮影はラーメンのみかなので、今回らメニュー写真とラーメンの写真のみを撮影させていただきました。一番人気は濃厚鶏そばですが、個人的に好きな鶏そばアメリカンを注文。ちなみに、替え玉と和え玉2種も用意されています。大好きすぎてほぼ訪問したらこちらにしている鶏そばアメリカンですが、薬味を酸っぱいのと辛いのとどちらのかを選ぶことができます。普段は写真の酸っぱいのを選んでるんですが、今回初めて辛いのを注文しました。これが辛いやつなんですね。自家製のラー油が入っていて、スープは鶏白湯を鯛干しやいりこなどの魚介だしで割り込んであり、飲み始めたら止まらないうまさなんですね。そしてたっぷりの刻んだ昆布が珍しい。今回は、自家製ラー油が入っているタイプにしましたが、とにかく鶏のコクや甘み、旨味、魚介の風味と旨味、そのすべてがまろやかで、ひたすらにうまいラーメンなんですね。で、またこの自家製麺なんですけど、コシのある中細麺の組み合わせがですね、めちゃくちゃうまくて、鶏胸肉のチャーシューも柔らかくてですね、シャキシャキ食感の刻み昆布もいい感じですし、香りの良い自家製ラー油とスープがまた相性バッチリで、麺に絡めていただくのもまたうまいんですね。いつもならスープまで一気に行くところを今回我慢しまして、今回は月見玉を追加してみました。月見玉は飯塚の元気卵の卵黄と特製タレを替え玉専用麺にかけてあり、そのまま混ぜて食べてもバリうまなんですね。このようによく混ぜて混ぜ麺、まあ、和え麺ですねにして、そのまま食べてもめちゃくちゃうまいです。で、半分ほどそのままいただきまして、残りを替え玉としてスープに投入して、卵のまろやかさを堪能しつつ、一気にすすり上げ、ついでにスープまで完食。めちゃくちゃうまかったですね。ちなみに持ち帰りのざる麺返し付きも販売されています。一人一杯のルールなので、一旦精算して出てから再度並んで極み出し中華そばもいただきました。こちらは本枯れ節、羅臼昆布、三馬節と丸鶏から丁寧に炊き出したチンタンスープで、地味深くやや酸味がありながら節感がしっかりしていて、体に染み渡るうまさのスープ。さらに2種類のチャーシューやメンマ、キクラゲなどの手をかけたこだわりの豊富な具材も入っていて、さらにこの自家製の手もみ細麺ですね。これがですね、めちゃくちゃつるしこでうまいんですよ、もう本当に。わずかにニンニク香るレア鶏胸チャーシューと、長時間熟成のハムのような豚チャーシュー。このどちらも絶品なんですね。丸キクラゲとメンマ、どちらにもしっかり手が入っていて、妥協がありません。こちらもスープを飲み干すのを我慢させていただいて、赤い玉を注文。こちらは自家製ラー油を替え玉専用麺にかけてあるんですが、シンプルながらこれもまたバリうまで、そのまま食べても本当になんでこんなうまいのかっていうぐらいうまいんですね。で、半分食べて、それからスープに投入して一気に完食しましたが、やはりあの辛みが加わることでさらに美味しさを増していましたね。
面倒花もこし相変わらず超絶うまかったです。ごちそうさまでした。はい、いかがだったでしょうか。面倒花もこしさんは福岡でも本当に人気のお店でして、鶏白湯といえば花もこしと、それぐらい知名度もあるし人気もあるお店なんですね。だから常に行列ができています。ミシュランでも2014年と2019年だったかな、掲載されておりまして、食べログの方で言うと、トップ500、あるいは100名の方にも、出てらっしゃると。食べログの中で福岡市ラーメンで検索した時に3番目に出てくるぐらい、この豚骨王国の中でそれだけの人気があると。それぐらいすごいお店なんですね。で、そんな花もこしさんには、お店独自のルールがあります。やっぱり行列ができるお店だけあって、いかにスムーズにお店としては提供して、なるだけお待たせしないで麺を味わっていただきたいということで決まってるルールなんですけれども、まあ一つ目が、同時に提供できるのが3杯までなので、3人以上の方で同時提供を希望される方は申し訳ございません、無理ですと。それはそれぞれの席の方で、別々のタイミングになってしまいますのでご了承くださいというようなことが、入り口の方に貼ってあります。二つ目、いわゆる代表待ちは禁止。店内の準備ができてからお店の方から呼ばれてお店に入るんですけれども、その時点でいなければダメというのが決まっています。三つ目、店内ではラーメンのみの撮影許可ということになってまして、私は今回ラーメンプラス、メニューだけ撮らせていただいてますけれども、とにかくそれ以外の店内の調理風景などを撮影することは禁止されています。4つ目、ラーメンは一人一杯でお願いしますと。まあ、これも当然なんですが、行列ができてお待ちがいらっしゃる中で、まあ、何杯も立て続けに食べるというのは、公平性を欠くということで、一人一杯までとなっております。なので、今回私は一杯いただいて、精算をして出てから、もう一度並び直して2杯目をいただいております。で、鶏白湯といえばという花もこしさんですから、やっぱり一番人気は濃厚鶏そば。で、2番目が鶏そばアメリカン。そして3番目に極み出し中華そばと。だいたいこの順番なんですけれども、3杯とも確実にほぼ売り切れます。私は濃厚鶏そばもちろん大好きですけれども、鶏そばアメリカンが一番ドハマりしています。これはやっぱり体に、もう、なんていうか、アラフィフの体が求めるラーメンなんですね。鶏そばアメリカンという言葉から、悪いイメージを逆に持たれる方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、薄いではないんですよ。鶏そばを和だしで割り込んで、ちょうどよくしてるんですね。この、ちょうどよくしつつさらに旨味を加えることで、もう本当に飲まざるを得ない、スープの一滴まで残せないというようなスープに仕上がっていて、そしてこの自家製麺の、またうまいのと絡み合ってですね、レアチャーシューも美味しいですし、いやもうほんと隙がない。さらに今回は辛い方にしましたけれども、酸っぱいのと辛いのを選ぶことができて、酸っぱいのっていうのは桜漬けにした大根が鶏の形のが乗ってまして、これがスタンダードだと私の中では思ってます。で、自家製のラー油を乗せた辛いの。このどちらかを選ぶことができて、今回は辛いのにいたしましたが、個人的にはその酸っぱいのが乗ってた方が食べてる途中に口の中をちょうどさっぱりさせて、くれるということで、まあ私は酸っぱい方が好きかなと。で、さらに、あえ玉が2種類用意されていまして、月見玉と赤い玉と。で、赤い玉は自家製のラー油がかかってるんですね。これどっちの方も、そのまま、あえ麺として食べても美味しいんですけれども、まあ替え玉としても使えるというものなんですが、この赤い玉だと、まあそのまま食べても美味しい中で、半分ほど残して替え玉にすれば、2回、ラーメンを楽しむことができるということで、私は鶏そばアメリカに関しては酸っぱい方のトッピングにして赤い玉で替え玉をする、このパターンが個人的にはいいかなと思っております。店内は決して広いわけではなくてですね、カウンター6か7だったと思うんですけれども、それと後ろ側に2人席が2つありまして、合計で10から11で、昔はこの後ろの席もなかったんですよね。もうカウンターだけだったんですけれども、今は後ろの席も整備されて、で、ホールに女性スタッフさんが1人入られて、より以上に回転するようにはなっています。ただ、それでもラーメンの杯数っていうのはやっぱそんなに多くはなくて、必ず売り切れてしまいます。
昔は夜もこしといって不定期で夜の営業をされてたんですけれども、もうここやっぱコロナの関係もあってか、しばらくずっと昼のみということになってますね。そんな人気の花もこしさんですけれども、このお店の大将、広畑さん。この方が一番最初にですね、修行した先っていうのが博多だるまさんなんですね。で、掛け持ちでどっかのラーメン屋さんでも修行されたというふうに伺ってますが、学生の頃からラーメン屋さんでアルバイトをして、最終的には店長を任せられるまでになったそうなんですけれども、そこから2000年に独立してお店を持たれています。これが居酒屋さんで最初は出店されているんですね。お母様のお知り合いからご紹介されたということで、住所で言うと今泉だったんですけれども、2階にですね、居酒屋さんを構えられて、創作居酒屋のお店で、店名を花もこしのシェネというお名前のお店を最初に出されました。そこから9年ほど営業されてですね、2009年に今の役員の場所に鳥料理専門店として移転されました。この移転のちょっと前にですね、1階の店舗を探しているということで、初めて広畑さんに不動産屋としてその時お会いしまして、まだその時私もこういう発信とかしてませんでしたから、あくまで不動産屋としてお会いして、すごいなんかこう、こだわりを持たれた方だなぁと、そういう印象はあったんですけれども、そこから、残念ながら自分の仲介ではないんですが、今の場所にお店を構えられて、しばらくは鳥料理専門店ということを営業されてたんですけれども、そこから自家製麺機を導入されて、鳥と麺、花もこしという店名で、今の花もこしの業態がスタートした。で、その数年後に面堂花もこしという名前で、麺専門店ということで、今に至るんですね。ちなみに、花もこしのシェネという最初の居酒屋さんの名前がどっから来たかっていうことなんですけれども、これは福岡出身のタレントさんで、タモリさん、有名なタモリさんですね。タモリさんの初期の頃の、レコード、CD にも出てますけれども、タモリ2というのがありまして、この中のネタの一つに、花もこしのシェネ、地中海風という、料理を題材にしたネタがあるんですね。で、その中で、実際には空想上の、いい加減な料理をタモリさんが、作らせて提供するみたいな、そういうネタなんですけれども、そこから創作居酒屋で、何を作るかも、まだ特に決めてないし、というような、その、開店前の段階でですね。いうことで、そこから、花もこしのシェネっていう店名にされたと。で、このお店は実際繁盛したんですよ。繁盛したからこそ1階に移ろうっていう話になったんですけれども、ただ、その移られた後で、何らかの経緯でですね、やっぱり麺に行こうという転機があったということで、現在の形態に至ってらっしゃると。で、その中でも花もこしという店名は残ったと。そういうことなんですね。大将の広畑さんは花もこしの中で自分のこだわりの麺を常に追求されていて、もう本当に職人としてかっこいいんですけれども、それだけではなくて、すぐ同じ役員にですね、つどいという名前のお店もあるんですけれども、これはご友人の方に花もこしの麺と、あとレシピをお渡しされて、プロデュースとして、その麺の、麺居酒屋みたいなお店が、役員に別にあったりします。それ以外にも麺をいろいろなところに提供されてコラボをしたりとかいうこともされています。だから結構精力的にですね、いろんなことをされているんですが、ただ、広畑さん自体は本当にそのお金より儲けようみたいな活動に全然頓着がない方で、自分のこだわりを持ったラーメンが刺さる人に刺さればいいんだと。自分はその自分がうまいと思うものを作るんだって、そういう本当に職人肌の方で、さっきも言いましたけど、そこが本当にものすごくかっこいいんですよ。で、だからお店に食べに行った時にものすごい緊張感があるんですね。本当にその一杯にこっちも食べる手側も向き合わなきゃいけないんだっていうような。いや、本当にそらミシュランにも乗るわと。食べログでも 3.71 そら出るわと。もし食べたことがない方は、絶対に一度は食べてみるべき店だと思います。ちなみに、花もこしさんは、よく駅とかで、こういうシリーズですね。名店、行列ができるお店シリーズみたいな。こういうお土産ラーメンっていうのが売ってらっしゃいますが、この中にも顔を出されています。こちらですね。見えますか？
これはあの、味倉さんっていうところが委託で作ってらっしゃるので、まあ、じゃあ花もこしさんと全く同じ味かって言ったらそうではないんですけれども、まあ、雰囲気は感じれるんじゃないかなと思います。で、それとは別に、コラボラーメンとして、ここ最近ですね、あの、セブンイレブンの方で販売されてると思うんですけれども、三方の焼き豚ラーメンと花もこしさんのコラボのカップラーメンというのも出ました。三方の焼き豚ラーメンと花もこしさんのコラボラーメン。これセブンイレブンで、福岡限定かもしれませんが、販売されています。もし、興味がある方はぜひお試しください。まあ、ちなみにあの、じゃあこれが花もこしさんのラーメンそのものかって言ったら、それではなくて、これはあくまで焼き豚ラーメンとのコラボラーメンですので、美味しいですけれども、花もこしさんのラーメンとはまた全く別のものと、そういうふうに思っていただけた方がいいんじゃないかと思います。鶏ラーメンの専門店として、2011年に正式に稼働されてから、まあ、10年以上経って、もう、創業当初から、話題のお店でしたけれども、もう確実に福岡で名店の地位に立たれている面堂花もこしさん。ご興味がある方はぜひ一度お試しいただければと、そのように思う次第です。では、今回の動画、いいねと思ってくださった方はぜひ、チャンネル登録及び高評価いただけますと、今後の励みになりますので、よろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。